ごぼう祭りは、和歌山県ごぼう市その新町に鎮座する、小竹八万宮の霊大祭。毎年10月4日酔い宮、5日本宮の祭礼日、固定で再行されており、古くから、人を見たけりゃ、ごぼう祭と言われるほどの日高地方最大の祭礼である。祭礼様式は、八幡宮法上会の流れを組む、八つ祭りで、祭り装束も八つ樹番に、腰巻き姿で行われる。 現在、十組のう子組のうち九つの組が、奉納行事に参加し、神にぎやか、行事として、獅子舞い、やつ踊り等を奉納する。また、余興奉納で、四つ太鼓と呼ばれる、太鼓台が登場し、乗り子と呼ばれる、歌舞伎の熊取りと同様の厚化粧をした、少年四名が乗り込み、太鼓を曲芸的に叩く。宵宮は、傘揃え式とも呼ばれ、 各組が所有する笠鉾が小竹八万宮の境内に並べられる。午前中は各組が地区内を巡行し、正午より中組から順に春日組まで宮入りが行われる。御坊町は日高別院にて奉納を行うため宮入りは行わない。夜は県道185号線にて若連工事と呼ばれる各組4つ、太鼓のみが参加するパレードが行われる。 これは祭礼そのものとは、無関係の余興行事である。朝から御子渡御が行われ、神社を出発した御子は、三浜町にある、お旅所を経て、市内を巡行する。神御一行は、正午には神社に帰着し、午後三時より各組の、見合りが行われる。この日は、宵宮と異なり、四子舞や踊りは、境内にて奉納を行うが、四つ太鼓は境内に、 入らず神社前の広場にて担がれ続ける。宮入りは各組1時間の持ち時間であり、最終組が終わるのは日付が変わる頃となる。宮入りでは、境内にて炎を終えた連中を広場に出すことにより、宮入りが終了してしまうため、祭りを続けたい四つ太鼓の担ぎ手たちがそれを、防ごうと進路を妨害する。 そのため、見入り時間がしばしば伸び、終了が午前4時という年もあったが、近年は、各参加者の自覚のもと、持ち時間の厳守に努めている。ごぼう、日高地方は10月に祭礼が集中する。ごぼう祭と同じように4つ、太鼓や屋,屋台、上りなどが登場するが、各祭礼同士のつながりは希薄である。祭りの旗に、組長の名、 個人寄贈だから警察対処せず和歌山。ごぼう毎日新聞2019年10月24日。ありがとうございます。